はい、どうもイカです。今回もドラゴンクエスト9続きからプレイしていきましょうか。まあ、って言ってもね、前日出した動画の続きです。で、あの後ね、ちょっと見てみたんだけど、なんか、どうやらね、本当に、ここの追加クエストのさ、ストーリーって書いてる、このストーリーだけっぽいね。なんか、本編と関わりあるようなクエストってのは、まあまあ、だからここにストーリーって書いてんだけどね。まあ、これやったら、まあ、このストーリー、シリーズは終わるかなって考えておりまする。うん、まあ、このクエストやった方がいいよとかあったら、まあ、やるけども、まあ、一旦、ここで締めくくるかな。ってことで、この、うん、多分こことここが繋がってるから、56、156、これやってみようか。うん。ルイーダさんが何か、物申し訳だからね。ごめんね、ルイーダさん。63のもごめんな。全くごめん、2人を全く連れ出してない。あと本当に上の階気になるんだけど、行けたいよ、すれ違えねえし悲しい。アラヒュがグッドなタイミングで来てくれたわ。どうしたの？実はね、野道グランプリがついに開かれることになって、調査員が宿屋の審査に来るの。もう調査員みたいな人そこにいるけどね。世界宿屋協会の人が。で、前回グランプリのこの宿屋は主催者のセントシュタイン国王が直々に見える。まあ近場だしね。警護はしやすい。立夏に意気込みを聞いたら、あの子いつも通り頑張るわって、なんか緊張してる。ああ、緊張してるか。俺がその緊張ほぐしてあげるみたいな、そんな感じ？いいよ。どんどこい。でもね、ヒュガ。いつも通りじゃまずいわよ。だって超ビップじゃん。超ビップなんてもんじゃねえかんな、本当に。ねえ、ヒューガ、私からのお願い。立夏のために国王様をもてなす最初の品を用意してくるけど、何、オリハルコンでもあげる？いいよ。さすがね。あなたならそう言ってくれると思ったわ。ありがとう、ヒューガ。それじゃ持ってきてほしい品をピックアップしてみてからちゃんと覚えておいてくれ。わかった。ん？まずは天使の羽と虹色の布切れ。これで最上級のベッドを用意できるわ。うん、用意するわ。うん。天使の羽と虹色の布切れ。わかった。次にさえずりの蜜。この蜜を使って超美味しいハニーティーを入れる。さえずる蜜。オッケー。最後にプラチナクッキー。この世に2つのないお茶受けで最高のもてなしを演出しましょう。以上4つ。どれもとても貴重なものだから大変だと思うけど。プラチナクッキーって何？何？え？金粉みたいな感じで白金粉があるの？白金粉絶対口に入れちゃいけないと思うけど、プラチナだ。ドクターソンであれね、大事だって言ってたからな。あれがあれば人類復活の鍵になるって言ってたからね。そんなプラチナを使うのか、レシピで錬金道具な。さえずりの蜜とかもすぐできると思うけど。ああ、できる。あれ持ってる数いいよな、これで作っちゃえ。はい、さえずりの蜜まず1個できた。天使の羽って結構作るの大変じゃなかったっけ。やった。で、天使の羽、これあれ普通にできる、ラッキー。普通にできる、ラッキー。やった。ああ、なんだ、あ、簡単にできた。あ、あとは虹色の布切れだな。あれもなんかめんどくさい素材あった気がするんだけど。清めの水は、清めの水と、あと汚れた包帯はあいつらか。うわー、やっとで。おっしゃ、ありがとう。逃げろ。よっしゃ、今のうちにお目通り。あ、どうも、おした。まあ、どなかと思えば、ヒューガではありませんか。お久しぶりですわね。お、どうも、改心した。新しいグミアナご覧になって、あれからグミアナはとても賑やかな国になりましたよ。これもすべてあの時、私を助けてくれたあなたのおかげ、本当にありがとうございました。そうそう、トカゲのアノンにも話しかけてあげてくださいね。きっと再会を喜ぶ。ありがとう。こっちかな。あれ、どっちだっけ。あ、向こうか。こっちじゃねえわ。向こうの部屋だ。アノン玉？あ、アノン玉いるじゃん、ここが。キャラルー！あ、え？
キュルルルル。え、待って、このキュルル、ね、待って、違うよな、違うよな。え、待って、これ違うよね。そういうキュルルじゃないよな。アノは喉を鳴らして最高喜んでる。色合いもなんか似てるし、キュルルって言うし。まさかな。いやー、こっから関係を持たせたとか、そういうあれではねえよな。そんな細かい芸当しねえだろ。まあ、するのか。どうなんだ。あ、グランプリに審査に、あ、知ってる限りのことを知る。うん、はい、そうだね。うん、そうですね。最後のプラチナクッキーはゴールデントテムってやつを倒さなきゃいけない。あいつどこだっけ。割と最新名、俺が持ってる最新名のやつに出てた気がする。あれいたかな。あ、いた、来たー。おめえをずっと探してたんだよ俺よ。ちくしょう、盗ませろ。お前は俺に黙って、あの、なんだっけ、プラチナクッキーとかいうやつ盗ませろ。けどね、俺、お、逃げる気はねえみてえだな。真っ向からおめえの思ってるもん盗ましてもらっちゃうよ。いけ、ギガブレイク、おめえらは消えてろ。盗め、へえ、盗め、へえ。ちくしょう、お前なかなかに強情だな。盗ませろ。おらよ、グラグラしてやがってよ。おっし、いやーじゃない、俺が求めてるものじゃなかった。別にキービーを求めてないけどだね。もういいや。あ、いや、バイバイ、お前にもう言わねえ。はいはいはい。あ、61レベルになった。なんかレベル上がっちゃった。ウィャーン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 。お前ここなんで、お前ってお前このスタッフ右にいたのに、お前聞こえてよバカちゃん。バンバン時々落とす。頑張って、俺盗もうと思ってたけど、あいつら倒すだけでよかったんかよ。どーろくが水の泡。あ、ね、笑い方ね。あ、あ、間違えた。あ、バラーなんてレベルやってんだよ。出ちゃった。のもー、驚き戸惑ってるわ。君に朗報です。君はこれから死ぬ。よっしゃー、お疲れ様でした。これ何匹目だと思う。これ何匹目だと思う。10匹以上やってる。おーい、おーい、全然手に入んない。もう一生このままなんじゃないかなってお気もしてくるよ。皆さん、今日もう撮るの諦めてたんだけど、やっと手に入りました。2時間かかったんだけど。あ、あ、あ、はい、ということで、ドミガです。てか、まあ、後日撮りです。はい、で、まあ、あの後ね、うん、手に入ったというところから、まあ、続きやっていこう。で、ちょっと、この子気になったんだけども、バウアウ、バウアウ、もう多分死んじゃってる子なんだろうけど、なんか、明かりを、何これ、キラキラ。お、拾った。なんだ、あ、チーメだ。あら、君いい子ね。あ、おん、あ、なんか寂しげだ。ごめんな、取っちゃって。すまんな。お前は？なんで、みんな、いや、めずに、レゲ、なんなんだろうね、この人は。ずっとあの調子だけど、なんかのクエストなのかな、あいつ。まあ、いっか、まあ、とりあえず、手に入るもんは手に入れたから、ああ、私に行こうか。おい、ルイだ。持ってきたぞ。かなり大変だった。ゴールデントーテム探すのにまず時間かかり、ゴールデントーテムが落とすのにさらに時間かかった。つまり大変だったということだ、ルイダさんよ。あら、ヒューガすごいじゃない。私が頼んだもてなしの品を全部集めてきてくれたので、持ってきたよ。頑張ったよ、褒めてね。しかもグッドのタイミングよ。もうすぐ国王様が見えるって連絡が入ったの。それじゃあ早速リッカにそれを渡してあげて、あの子喜ばよ。おお、わかった。リッカちゃんよ、持ってきたぜ。ふん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 。おー、どうしたの、リッカちゃん。なんかご機嫌。あ、シュウガ、どうしたの。私に何かよ。うん、なんか、ルイーダさんに頼まれてて、ここであんま言わない方がいいな。
あの俺が気を回して持ってきました。それはそれでやだな。俺が気を回して持ってきました。どうぞ。もう大変だったぞ。ってあんま言わんとこ。言わない方がかっこいいな。言わんとこ。うん、全然大変じゃなかった。何も苦労しなかった。っていうのもなんか違う気がするけどね。まあ頑張った。まあ頑張ったわ。ヒューガはリカに天使の羽と虹色の布切れ、サイズ類の蜜とプラチナクッキーを手渡した。どうぞ。え、これを私に？まあすごいわ。これって極上のもてなし品じゃない。私のために用意してくれたんだ。ありがとうヒューガ。おお、任しとけってんで。リカちゃんのためならもうね、嵐の中、火山の中、もうジャゴンの場の生態の中、もうどこでも行くわ。あら、お客さん、何も言えなかった。あ、出た。お前いつしかの。どうもっす。今、部屋空いてるっすか。なんで、お前、何。はい、ございますが、大丈夫ですか。お顔の色があまり優れませんよ。実は、これっぽっちしか金がなくて、ろくに物を食べてないっす。それでも、止めてもらえっすか。なんかこれ、ちょっと、ごめん。俺の想像だけど、これ王様なんじゃねえか。これ王様なんじゃねえかな。なんかそんな気がしてならねえな。試されてんじゃねえか。もちろんですとも。それではすぐにお茶を入れますね。テーブルでお待ちください。怪しいな。あの口ひげといい、足につけたカセといい、そういう趣味なんじゃねえの。はい、どうぞ。極上のハニーティーとプラチナクッキーですわ。あ、リッカちゃん、もうそういうとこ好き。そういうとこ好き。うん、ねえ、なんじゃこのハニーティー、好きっぱなしみ当たるっす。うわ、いやー、えらい。ちょっとリッカ、どういうつもり。それで、国王様にお出しするために。うおふん、失礼するよ。あ、王様、どうも。あー、そっか、試されてたわけじゃねえんだ、これ。いらっしゃいませ。チェックインはカウンターにて受け付けます。ちょっとリカ、お迎えに上がらなきゃ。相手をどなただと思ってる。うわー、偉い。ああ、そっか。どんな人もお客さんに変わりはねえってか。うわー、いいな。はい、貴重ありがとうございます。それではすぐにお茶を入れますね。テーブルでお待ちください。あ、同じところに座ったね。同じプラチナクッキーないけども、大丈夫かな。なんだね、この小汚い男は。この男も客だと思うそのか。おう、客だぜ。もちろん大切なお客様ですわ。はい、どうぞ。こちらはその方と同じハニーティーでございます。うん、そうか。雲行きが怪しいわね。でもなまさか同じ相席にするとは。だってなんか抜け出してきたようなやつだもんね、監獄から。明らかにね。こうしてグランプリの審査は進み、リカたちは精一杯国王様をもてなした。グランプリの審査、そっか。そして夜が明けた。寝たのか。大丈夫かな。あ、この人も一緒なの、出るタイミング。ちょっと逆に危ないけどね。俺いつでもカウンターからこう乗り、なんかさ、ショート動画であったんだよな。どっかの国で宝石店でさ、あの強盗とね、勘違いしてかなり身を出す、乗り出す客、なんか店員みたいな、そういうやつあった気がするけど、もうかなり説明めちゃくちゃ下手だったけどもね。まあいいや。おはようございます、お客様。ゆっくりお休みになれましたか。もう最高っす。あんなにふかふかのベッドで休んだのは生まれて初めてっす。わしもじゃ、良いベッドであった。しかしこの小汚い男と同じものが用意されてるとはな。やばい、声が全然思い出せない。恐れ入りました。ちょっとおやす、王様、そんなおやめください。客を分け隔てなく扱うとか、なんてる心意気感じ。待って、違った、これ王様だった。客を分け隔てなく扱うとは、なんてる心意気感心したぞ、リカ。あれ、あ、やっぱり、嘘、王様が二人。あれ、わしこそが戦闘したいん、ここ。そのものはわしが雇った偽物じゃよ。
騙し討ちのような真似をしてすまなかったな。しかし、お主の宿は完璧だったぞ。もてなしの人も最高、もてなし方も最高、まさに最高の一日じゃったよ。それでは審査の結果を楽しみに待つがよい。ご苦労であったな、理解よ。やっぱりそうだったか。うわぁ、やってくれんな、王様。さすがだぜ。だから、あれなんだね。あっちの万年2位の宿屋。万年2位止まりだったんだろうね。客を分け隔てちゃったんだろうね。あ、で、どうすればいいんだ。よいしょ。どうすんの。やったー、二人の王様、すっごい喜んでくれたね。ヒューガのおかげだよ、おうよ。これで野道グランプリにちょっと前進って感じかな。ありがとうね、ヒューガ。おお、任しとけ。あ、で、ルイダさん。あなたにはみっともないとこ見せちゃったわね。私の言うこと全部裏目だったんだもの。でも驚いたわ。立夏に宿屋のオーナーとしての力があんなについていたなんて。そうだね。俺がいない間にもお客様いっぱい入ったんだろうし、でも俺が連れてきたお客さんってのは誰もいないからね。ごめんなって感じだけど、でも、着実に力をつけてたんだね。もう彼女のこと、子供扱いできないわね。あー、ちょっと寂しくもあり、でも嬉しくもあるって感じか。なんか親目線なんだろうね、ルイだって。さあ、ヒューガ、今回の影の MVP であるあなたにこれをあげるわ。私からのお礼よ。お、ありがとう。フルツバモノの鎧、強いのかな、これ。本当にありがとう、ヒューガ。これからもユリカが宿王になれるよう、一緒に応援しましょうね。うわー、やったねー。あ、そっか。やばい、物語が終わりに近づいてるという。ちょっと寂しさがある。リカちゃん。あ、ヒューガ、これ見て。宿王グランプリの審査結果がつい、あ、ついに来たの？あれ？あの時はあなたにもお世話になったし、あなたがいる時に開けようと思って待ってた。あー、なんか合格通知を一緒に見るみたいな。マジで。それじゃあ開けるね。宿王グランプリの審査の結果、リカ様、あなたの宿屋は、お見事、宿王グランプリ決勝戦の参加。あー、なに、あ、決勝戦の参加ね。あー、そこなんだ。マジか。ですね、キャー、やったー。ありがとう、ヒューガ、本当にあなたのおかげを。それじゃあ続きを読むね。あなたの宿屋は素晴らしかった。しかしオーナーが宿をたることを証明し、初めて栄光のトロフィーを手にすることができるのです。参加オーナーはパートナーを、パートナー、あ、ちょっと待って、やばい、今なんか鳥肌が立ってしまった。え、俺をパートナーに選んでくれるの。セントシタ炎上玉座のままでお越しくださいか。私のパートナーはもう決まってるわ。もちろんヒューガよ。ヒューガ、あなたよ。俺でいいの。あ、てか、その決勝戦2位も来るかな、あいつ。なんやかんや評価良かったかな。これまで陰でこの宿屋を支えてきてくれたんだもん。あんたしか考えられないわよ。ね、一緒に宿王グランプリに参加してお願い。任しとけ、ここまで来たらもう一緒に行くぜ。本当にやった、ありがとう、ヒューガ、愛してる。もう付け足しちゃう、もうねえ。いや、それじゃあ一足先にお城の玉座の間に行っててや。私もすぐ後を追いかけるわ。やった、後日にとってんのバレちゃった。時間も時間だけども。よし、来たぜ、おひいさま。って言ったらちょっと違うけど、おひいさま、どう、いや、ドーグランプリ決勝戦にひよやさまも参加されると聞いて楽しみにしておりましたよ。頑張ってくださいね、このフィオーネ、陰ながら応援しております。なんか予感がする、修羅場の予感が。フィオーネ姫とリッカちゃんが揃ってしまう、なんか予感がする。お母様は何も語らないかな。もうなんか何も語らないと思って、もう王様に語りかけちゃったけど。おお、ヒューガか、野道グランプリ決勝戦にパートナーで参加するようじゃな、期待しろぞ。ちょっとひいき目で見てな。あ、ミード、お前一人だけ画質が違う。ちょうど他の参加者も来たようじゃ、早速始めよう。行くか。うわ、ニード、お前ライバルになったんだな。あ、お父さん、お父さんって言っちゃった。あ、おじいちゃんだったわ。おじいちゃんと呼ぶでないって言われちゃうわ。それではこれより野道グランプリ決勝戦を始める。お、やったー、イエーイ。あれ。あんまり盛り上がらない。あ、右のやつあれじゃん、
万年2位のやつじゃない。まずは参加王名を紹介しよう。名前を呼ばれた参加王名は前に出るように。サンマの代表ロンさんの宿屋オーナーロンさん、万年2位のやつ。どうも。あ、パチパチ。ワルド代表ニードの宿屋オーナーニールド。ニールドになっちゃった。あ誰、いや観客いないっての。誰も観客いないっての。セントシャイン代表リッカの宿屋ノーラノリッカー。リッカちゃん来い、今日も来いよ。よし。ちゃんと盛り上げたぞ。以上が今回の参加王だ。正々堂々と勝負するように。では宿王グランプリ決勝戦の内容を説明しよう。各オーナーはパートナーと共に宝の地区、また宝の地図の洞窟に入り、お主の宿屋にとって最も大切だと思うものを手に入れてくるのじゃ。さすがにこれだけでは難しいからヒントをやろう。ズバリ今回の答えはアイアンブルドという魔物が握っておる。その魔物を20体も倒す。おのずと答えを見つかるであろう。ちなみにアイアンブルドは遺跡っぽい宝の地図の洞窟に潜んでいる様子じゃ。それからパートナーの諸君、今回のグランプリはそのたるが勝敗の鍵を握ってる。こんなおじいちゃんに戦わせらんねえよ。戦いの中そのたるが力尽きてしまってはもちろん大切なものは手にやらん。オーナーと力を合わせグランプリを勝ち取ってほしい。それでは健闘を祈る。わかった。はい。ごめん、接続が接続がちょっと悪くなった。リカ、いやリカ様、あなたのおじい様の手により宿屋マシンとなったこのニード、ちょっと荒領事入ったもんな。大丈夫かお前、なんか非合法な肉体改造させられちゃったかな。宿屋にとって大切なもの、つまり誰よりも高価なお宝を手に入れてここに戻ってきます。いやもうその時点でお前負け確だぞ。この勝負僕がいただきましたよ。お前この勝負に勝ったらお前になんか告白しようみたいな、そんな考えてる浅はかな考えを。そうはさせねえからな。そんなに単純な問題なのかな。まあ考えていても始まらないわ。ヒューガ、とにかく行きましょう。また波乱の予感だねこれは。何時間かかるんだろう。遺跡っぽい宝の地図の洞窟に入ったらそこで待っててね。私もすぐに追いかけつければ。へえ、ちょっと待って、どこだよそれ。どこなんだよ。外の世界の仲間と遊んでるときはいつもよりちょっぴりだけでお目にけいないんだって。遊ぶ友達がいないんだよ。もうみんな 3DS ねえよ。で全モンスター系統順、いやわかんねえな。全モンスターでアイウェオ順だね。アイアンブルド、俺倒したことあるか。あ、いる。あー、お前か。いるいるいる。よし、わかるぞ。俺にはわかった。俺は勝利を手にするぜ。あ、ムービー始まった。よっしゃ。お待たせ、ヒューガ。王様が言ってた遺跡っぽい洞窟で、こういう洞窟のことよね。うん、そうだね。よし、さす。アイアンブルドって魔物、見つけて、いや、倒しちゃおう。イエーイ。もしここで見つからなくても、他の遺跡っぽい洞窟をまた探せばいいよ。それじゃあ、宿を目指して、レッツゴー。おうおうおう。あれ、これってリカちゃんも一緒に戦うのかな。これどこら辺にいたっけな。奥深くだっけな。あ、いた。君を探してたよ。よし、じゃあ潔くやられてくれ。ここで仕留める。いけー、これで倒したらかっこいいよ。よっしゃ、終わった。長かったよ。やっと倒した。20体。やった倒した。時間だいぶかかった。お前一体ずつでなかなか出ねえんだもん。あ、やったな。はあ、今まで20体目だけど何も手に入らないじゃない。まあそうだったね。私じゃダメってことのかな。ごめん、お父さんお母さん、ごめんね。私宿王にはなれないみたい。いや、ごめんな。こんな時間かけたのにごめんな。でもヒューガーすごいね。あんなに強くて恐ろしい魔物と渡り合えるなんて。
やっぱりパートナーにヒューガーを選んで正解だったわ。ありがとね、ヒューガー。いや、いいよ、こちらこそ。一緒に来てくれてありがとな。あ、本当に1時間くらいかかったんだな、俺。マジで。ん、どうしたん？そうか。わかったわ、ヒューガー。私、わかったの。私の宿屋にとって大切なものが。大切なものは手に入れたわ。さあ、お城に戻りましょう。宿グランプリはいただきよう。あ、いただきよう。ストリートよ。いただきストリート。待て。あ、いただきストリートやりてえな。来たぜ、英雄様が帰ってきたぜ。お母さんなんか言う？まあ、ヒューガ様よくぞお越し、どうしたでしょう。ああ、なんも、ごめん、お前から得られる情報は何もねえ。王様、見つけたぜ、大事なもの。それは、愛じゃよ、ハリー。おヒューガか。どうやら宿にとって大切なもの見つけてきたようじゃな。持ってきたぜ。あ、それぞれ帰ってきたな。ちょうど他の参加者も来たようじゃ。早速始めよう。おや、皆の者、ご苦労であった。宿屋にとって最も大切なもの見つけてきたようじゃな。それでは一人ずつ持ってきたものを見せてもらおう。まずアロンさん。お、はい。私の答えはアイアンブルドが落とすこの魔獣の皮です。パートナーのバカ息子の力など借りずにこの魔獣の皮を取ってまいりました。偉いでしょ。いやー、ま、割と勝てるのね、うん、そもそもあいつに魔獣の皮か、大義であったな。それでは次にニード。はい、やだやマシンとかした僕の答えはこれです。プラチナ鉱石でございます。これはなかなか安も落とさない豪華なレア物でございます。かなりのゴロドになりましょう。いや、そういうことじゃない。宿屋にとって大事なのはやはりゴージャス感でございます。お客様それを求めているのです。おほう、プラチナ鉱石か、無大義であったな。それでは最後にリカ、俺プラチナ鉱石すら手に入ってねえ。魔獣の皮は手に入ったけど。お、リカ、どうしたのだ。リカ、早く答えを示すがよい。王様、私の宿屋にとって大切なものは形あるものでもお金でもありません。ヒューガと一緒に洞窟の中を冒険していて気がついたのです。私にとって大切なものは私を支えてくれる仲間たち。ヒューガはもちろん、ルイーダさん、ロクサーナさん、レナさん、誰一人欠けても私の立夏の宿屋は成り立ちません。見事じゃ、リカ。おお、おじいちゃん、おじいちゃん。客をもてなす心、そして仲間への思い、どちらが欠けても宿とは呼べない。そうであったな、会長。え、会長だったの？会長、おじいちゃんが？嘘だろ。おい、てかニード、そんな人に教わってたのか。その通り、わしが宿屋協会、世界宿屋協会の会長じゃ。今まで黙っておってすまなかったな。それにしても日課よ、お主のお答えは完璧じゃ。よくぞそのことに気づいたの。それでは以上の回答をもって今回の宿グランプリは決勝。宿グランプリの栄光を手にしたのはセントシュタイン代表、立夏の宿屋オーナー、立夏じゃ。やったぜ、立夏ちゃん。あ、出て、あーあー、やったな。お父さんの夢、リッカちゃんの夢、みんなの夢叶えたぞ。あ、さあ、トロフィーを受け取るがよい。父リベルトも手にした野道のトロフィーを。今ここに新たなる野道が誕生した。野道リッカに盛大な拍手を。おめでとう、やったぜ。やばい、今なんか近づいてきてキスするのかと思ったわ。あ、やべえ、読めなかった。今こうしてリッカがのやつ間違えてボタン押しちまった。リッカはトロフィーを手に亡き父と母の名前を呼びながらヒューガと喜びを分かち、うわー、よかったな。そっか、城では野道の誕生を祝う盛大な宴が夜通し続いた。そして夜が明けた。うわー、よかったな、リッカちゃん。そっか、二人の夢を叶えられたんだな。あれ、どうも。宴は楽しんでもらえたかな。わしも久方ぶりに楽しませてもらったわい。それにしてもヒューガ、リッカのパートナーという大役、ご苦労であったな。仲間への思いなくして宿をなし、
今回、リッカも今回の件でそれが身に染みたはずじゃ。大主がいればリッカも心強いはず。これからも彼女の力になってやってくれ。さあ、宿のリオーナーがます。リッカの宿に行ってあげなさい。また会おうひゅうよ。ありがとう様。姫様は、おめでとうございます。リッカ様の宿屋がグランプリに輝きましたわね。うん、そうだね。宿屋にとって大切なものは仲間。リッカ様がそう言った時のあの凛としたお顔。このフィオネ一生忘れませんわ。感動ありがとうございました。うん。お母さんは何も言わないでしょ、どうせ。あ、また何かありましたらその時はよろしくお願いします。ダメだ。ねえ、泣くと語彙力低下するのはバンコク共通なんだろうな。よし、さあ帰ってきたぜ。リッカちゃんよ。帰ってきたぞ。ありがとう、ヒューガ。本当にあなたのおかげよ。私が宿になれたのは。それでね、ヒューガ。こんな時にあれなんだけど、もう一つだけお願いがある。なんだ？どうしたの？私ね、あなたと何度か冒険してみて気づいたの。冒険の中から学ぶことがいっぱいあるって。私、あなたと冒険してなかったら、仲間の大切さっていうのも一生気づけなかったかもしれないわ。まあ、でも、いや、それでもリッカちゃんだったら気づいてたんじゃないかな。だからお願い、ヒューガの気が向いた時だけでいいから、私を、いえ、いいよ、一緒に行こうぜ。やった、さすがヒューガ。それじゃあこれからもよろしくね。足引っ張らないよ、頑張るから。そっか、一緒に行けるのか。いいよ、一緒に旅しようぜ。そっか、リッカちゃんと一緒に行けるのか。ルイーダの名簿にリッカが登録されました。ヒューガ本当にありがとう。天国のお父さんとお母さんもきっと今の私を見て喜んでくれてるわ。いやー、よかったな。そっか、リッカちゃんと一緒に冒険できるようになったのか。うわー、宿になれたんだな。ヒューガ本当にありがとう。天国のお父さんとお母さん、そうだね。あれねえ、宿グランプリのトロフィーないの？トロフィー飾られてないのか。そっか、他あれ、お前なんか語る？ロクさん。あ、なんもだ。ルイダさんは？ヒューガありがとう。あのリッカが本当に宿になるなんて。うわー、そうだよな。ルイダもずっと隣で見てたんだもんな。ごめんね、これまでのことを思い出したらなんだか涙が出てきちゃった。これからもよろしくね、ヒューガ。あなたもこのリッカの宿への大切なメンバーの一人なんだから。ありがとう。じゃあそしたらそうだな、ごめんな、今までお世話になりました。頑張るか。レベルかなり低いがまずはレベル上げたな。はい、ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。もう本当にそうだね、ここまでやったら本当に終わりは近いな。もう全こんな低いレベルの仲間たちとよく旅してるもんだわ。恐れ入りしたわ。言ってやんな、サンディ。これから強くなんだってのも、みんな頑張って。いや、そしたらもうここの5つだね。もう全部これ繋がってんだろうな。あれ、なんかラビエルがこれまた違うんじゃないかな。また違うんだろうけど、まあいいや。こういうのは、あ、合う合う。うわ、なんだよ、可愛いじゃねえか。可愛いじゃねえか。そしたら賢者にしてあげよう。うん、そうしよう。まあ一旦リカちゃんのバンダナでいいかな。はい、じゃあ終わりましょうか。ではご視聴ありがとうございました。もう終わりは近い。多分来週には終わってしまうが、最後まで本当にお願いします。では、よければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。では、バイビー、1週間で強くなってきます。